皆さんこんにちは、小瀬野です。世の中に二大派閥なるものがありますね。キノコの山派か、タケノコの里派か、コーヒー派か、紅茶派か。キノコの山、タケノコの里はね、なんかずっと前に小話で話した記憶があるんですよね。それ私ね、まだこれ相談してないんじゃないかなと思ってるものが、粒あん派か、こしあん派かみたいなね。これ今時あんまりね、あんことかではね、みんなね、こうテンション上がったりとか、どっちが好きだとかってならないのかなと思うんですけど、これ気になるんですよ。私結構あんこが好きなので、私はね、こしあん派なんですよね。やっぱ粒々がないね、滑らかな味わいをね、楽しみたいので、こしあん派なんですよ。ただね、これはね、皆さんどっちなのかなっていうところがね、結構ありまして、ちょっと聞きたいなみたいな。まだ聞いてないと思うんですよね。西川さんどんな感じですかね。視聴者の皆さんどんな感じですかね。こんなことをね、夜な夜な一人でずっと考えてる私もちょっと怖いと思うんですけどね。小瀬野式日本教室でございます。今日はですね、タイトルにある通りですね、ネイティブ日本語教師メリットデメリットというですね、このタイトルでお話をしていこうと思います。まあ、つまりネイティブスピーカー、つまり日本語を第一言語母語とする方が、日本語教師として働いた場合のそのメリットであるとかデメリットっていうのを中心にお話ししていこうと思うんですけど、日本語教師ですよと言った場合に、他のね、お知り合った方に、ね、伝えた場合、職業を伝えた場合、どんな反応が起きるかっていうところから話を展開していこうと思うんですけど、よくね、こう、私日本教師として働いてるんですよねという話をした場合ですね、例えばよくある返しとして1個目ね、英語がお上手なんですねというふうによく言われることがありまして、みたいな、気持ちはね、わかるんですよ。気持ちはわかるんですけど、例えば私理科の先生なんですよ。あ、じゃあ社会がすごくお詳しいんですねみたいな感じで返してると同じようなもので、まあ、それはね、別の話になるんですけど、そういった返しがあり得ると。まあ、2個目としてはですね、日本教師なんですよといった場合、ね、よくね、他の人からも聞くんですけど、あ、それはね、日本人だったら結構なんかいい仕事ですねみたいな、結構日本人だったら日本語分かってるからみたいな、ふうに言われたりとか、まあ、場合によってはこうなんか楽だよねなんていうふうにね、日本語を話す人だから日本語を教えるのって結構楽だよ、私もやってみようかなみたいなね、私もやってみようかなとかいいんですけど、なんか楽だよねと言われるとね、いやそうでもないよねっていうふうに、日本語教師をね、一度でもやった方っていうのは感じると思うんですよね。で、まあ楽じゃないですよね、日本教師って。まあ、ただやっぱりその私が日本教師ですよって言った場合、そのね、日本教師ではない、日本教師教育を知らない方々が、あ、日本人だったら、つまり日本語話せる方だったら日本語を教えることに関してはちょっとね、楽な部分とか、つまりメリットの部分があるんじゃないかっていうふうに想像するんですよね。で、そういう方々はちょっとね、メリットだけしか想像しなかったりするっていうことで、そういう返事になってしまうことが多いと思うんですけど、やっぱりね、その方が思うとちょっとメリットはあるんですよね。ただその反面、実際日本教師をやってみると、デメリットの部分も存在すると。つまりネイティブスピーカーであることによってデメリットが生じると。なので今日はそのメリットデメリットを、紹介して、それでメリットをこう最大限に生かしながら、デメリットをなくしていくというか、潰していくような、その日本語教師としての心得というか対応方法っていうのをですね、皆さんにお伝えしていこうと思うんですけど、まずメリットとはですね、何なのかって話なんですけど、何といってもですね、これに尽きるかなと、他いろいろあるとは思うんですけど、私が思う一番のところですね、これです。こう感覚的にね、判断できると。どういうことかっていう と、感覚的に、あ、こっちがいいなとか、こっちが、正しいというかね、こっちの方で日本語を使った方がいいなとか、こっちは違うなとかっていうふうに判断できるっていうのが大きいと思うんですよね。例えばこれはね、日本語教育をね、学んだ方とかだったら説明がついて、感覚以外でもね、きちんと説明がつくとは思うんですけど、例えばこんな状況どうでしょうかとね、例えばいきなりのシチュエーションですけど、なんかね、こうグループが一つあって、そのグループの中で、リーダーを決めようみたいな感じでね、リーダーね、誰がやるみたいなね、誰がリーダーやるとかって時ね、みんなでどうするとかって時に、誰かね、一人積極的な方がね、はいと手を挙げてね、あ、私がやりますなんて言いますよね、私がやりますよとかって言った時に、あ、お願いしますとかっていう会話になると思うんですけど、今、この積極的な、ね、人がね、手を挙げて言ったのが、私がやりますというね、私がやりますというのを使ったと、ね、そこで例えば、学習者の皆さんは、初級の段階とかだと、いわゆる日本語のね、ここではちょっと主語という言葉を使います。主語なるようなもの、主語
私なんてなんか主語のような感じですね、あまりその言葉使いたくないんですけど、主語と言ったらなんか私はって言ってもいいんじゃないのみたいな、ね、手を挙げて、あ、私はやります。この状況だと、つまりみんなでグループ誰か誰やらないかなとかって決めてる状況だと、私はやりますっていうのはちょっと変ですよね、私がやりますというふうに言った方がまあ正しいというかね、その場では適切かなという表現に値すると。じゃあそこの部分は、日本語教育に携わってる方とか勉強した方は、あ、こういう理由でこうなってるんだなとか、これはこういう意味だなとかっていうふうに判断ができると思うんですけど、日本教育を勉強する前の、ね、単純なネイティブスピーカー、日本語をネイティブ言語として話す方々だったら、その場合だったら私がやりますっていうのは、まあ、正しいというか適切だというふうに判断できる、ね、感覚的に判断できるんですね、それはね非常にメリットですよね。その感覚的にいやそっちでしょとかっていうふうになるっていうことは、非常にこうなんかいろんなね、どっちかなっていう時にいやこっちとかっていうふうに適切な方を選べるっていうことになってくると、ね、それが最大のメリットなんですよ。やっぱりそのメリットは強いですね。ネイティブスピーカーとしてのメリットは最大限に生かすべきであると。ただ、例えば私が、英語をね、教える立場にあった場合とかだと、なかなかね、私は英語のネイティブスピーカーでもなければ、そんなにね、ものすごい10年、20年とね、すごく詳しく勉強したわけではない。まあ、ずっと子供の時から勉強してますけど、英語を専門に勉強したりとかしてないので、ちょっと感覚的に判断するまでは全然まだなってないので、まあそういう問題が出た場合、どっちかなとか、前置詞のね、インなのかなとかなとかっていうふうに迷った時とかに、ちょっと調べたりとか、辞書を調べたりとかしなくちゃいけないっていうことが起きてくると。そういった意味ではやっぱりそのネイティブスピーカーっていうのは、感覚で判断できるっていうのはすごくね、いいですよね。いちいちこうそこに置いて、どっちが適切かということを調べる必要がね、ちょっとなくなってくるっていうのは非常にメリットになってくると思います。ただ、デメリットとしてはですね、メリットを、生かしてこう判断した、こっちが適切かなっていうことが、デメリットとしては、論理的にね、明示的に、説明ができないっていうのがデメリットになってくるんですよね。つまり、簡単に言うと説明が難しいと、先ほどのような、私はやります、私がやります、なんでとかって聞かれた時に、いやその場合は私がだから、いやこれ説明になってないですよね。その場合はとか言われても、どの場合とかね、他にはどういう場面だったら私はなの、どういう場面だったら私がなのとかっていうふうに聞かれた場合、いやどうだろうねとかっていうふうになっちゃうと、それはちょっとまあ、教師としてはね、少し物足りないかなということになってくると。つまり、まあ、もちろんね、日本教育勉強したことないっていう方でも、その場でね、頭をぐるぐるっと回して、いい説明がね、出てくる可能性もあるんですけど、なかなか単純なネイティブスピーカーである、日本語がネイティブ言語であるという状態だけでは、客観的に論理的に説明するっていう能力が、ちょっとまあ、勉強する前は乏しい状態になっていることが多いんですよね。まあ、それなのでそれがデメリットになると。つまりメリットでとしては、その感覚的に適切な方を判断できるんですけど、その判断したものを、きちんとね、論理的に説明することが難しいよっていうことが、その後のデメリットとして出てしまうっていうことが、ネイティブ、スピーカーには、日本語のネイティブスピーカーの、教師には起こり得るということになっていると。やはりですね、その明示的に、その体系的に論理的に説明できないっていうふうになってしまうと、やはり教師としては、学生の皆さんにね、納得してもらったりとか、納得してもらった上で学習を進めてもらうっていうふうに、授業を進めていくとか、勉強を進めていくっていうのが難しく、やっぱりなってきてしまいますよね。そうなると学生さんもね、大丈夫かな、この先生。なんかちょっと説明がね、あんまりされないなっていうふうになってしまって、ちょっと関係もね、ちょっとギクシャクしてしまったりとかすることがあると。なのでやっぱりそこでピシッとね、ここはこうです、ここはこうですっていうふうに自信を持って説明できるようにした方がいいということになってくると。でそこでまあ例えばこの前ちょうどですね、私が直属でついて、教えてるっていうわけじゃないんですけど、まあ大学生の子で、日本語教師になりたいというね志望の方がいらっしゃいまして、その子にですね、こうなんか少し教える機会があったんですけど、まあ、その子がね、なんかどっかのタイミングで、まあ、来ます来るというね、3グループの、動詞の可能動詞をですね、来れますというふうに、なんかどっかのタイミングで言っていたんですよね。でそこでなんか、あ、来れますねというふうに思って、まあ、来れますと言った場合、皆さんお気づきでしょうかね。つまり可能動詞で来るを来れるというふうに言った場合、これ何が起きてるかっていうと、ら抜き言葉というのが起きてますね。これは、まあ、2グループの動詞で通常起きる
あと3グループのクルで起きるんですけど、正解の可能動詞は来られるという形ですよね。来られる、来られますというのが、まあ、一応文法上は正しい可能動詞となっているんですけど、そこでどうしてもこうら抜きというらが抜けてしまう現象が起きて、来れる、来れますというのが可能動詞だというふうに思ってしまうパターンがあると、まあ、ネイティブだとね結構起きるんですけど、まあ、そこでね、よくこのこれちょっとまた余談になるんですけど、ら抜き抜けの術というのがありましてこれはですね、ら抜きが起きているかなっていうかどうかをチェックするときにちょっと有効になってくると思うんですけど、例えばなんかあの友達言葉の感じで、まあ明日来ることができるみたいな感じで聞くときに、まあ明日来れるなんていうのはね結構まあ浸透してるんじゃないかなと思うんですよね。ただこれをですね、ちょっとマスの形で丁寧に伝えてみようとなった場合、明日来れますか、ちょっとねやっぱり私はまだちょっと違和感があるかな、ちょっとまあ言ってもいいんですけど、まあ、ちょっと文法的に少し正しくないというか、違うかなっていうふうに感じて、あ明日来られますかね、というふうになると、まあなので丁寧にすると若干そのら抜きの許容っていうのは下がる、ら抜きが認められる度合いっていうのは下がっていくっていうふうになっていくと思うんですよね。なので結構まあね、それまで使ってきた日本語とかのね、習熟度とか日本語の感覚にもよるんですけど、これら抜きかどうかなっていうふうに考えた場合に丁寧に伝える、丁寧に言ってみるっていうことをやると、ちょっとら抜きじゃないっていうのがちょっと判断しやすくなるので、ぜひら抜き抜けの術として、試してみていただけたらいいかなと思うんですけど、そこで私も聞いたんですね、その子に、こう来ることが できるみたいなのをちょっと丁寧にマスで言ってみてというふうに話をしたら、来れますかというふうに言ってたんですね。まあ、つまり今の私が言ったら抜き抜けの術がちょっと通用しなかったね。つまりその子にとっては外がネイティブね、スピーカー日本語がネイティブの子なんですけど、にとってはもう来れますかっていうのが来るの可能形として、可能動詞として定着しているということが起きたと。なるほどと。そこで一応私がですね、一応それら抜きというら抜き言葉ということになっていて、まあ、ちょっと文法的に少しやっぱりまだなかなか、認められないというか、あまり授業では私は使わないかなっていう、私は授業ではそういうふうに教えないかなっていう話をして、一応アドバイスはしておいたんですけど、その後なんか追加でこう質問というか、なんかメッセージが来ましてその子がですね考えたらしいんですね。来れますというのをちょっと考えてみたんですけど、まあ、つまり正しく言うと来られますということになると、で例えば、自分のことについて言った場合、私は明日、ここに来られますね、来ることができますとかっていう場合に、来られますを使うとどうしてもなんか自分への尊敬動詞として使っているようなイメージがあるっていう話をしていらっしゃったんですね。あ、なるほどと。確かにそれあるんですよね。確かに来るというのは可能動詞も来られるという形なんですけど、受け身とか尊敬動詞として使う時も来られるという言葉を、同じ形で使うというふうになっていると。なので同じ音上は音の上では同じように来られるなのに、ちょっと意味がね3つに分かれる、あとはもう文脈次第で判断するんですけど、そういうような意味に取れてしまって、なんか自分に尊敬語を使っているような感じになってしまうので、来れるの方がなんかちょっと来れますのが使うような気がするなって話をしていたんですね。まあ、確かにそもそもら抜きっていうのは2グループとか3グループで受け身とかね尊敬同士との、まあ、同一性を、同一性から離れるために、別になるためにら抜きっていうのが起きてるってことが起きてあるんですけど、なるほどと。だからおそらくその若者同士、今のね例えばその子は20代ぐらい、20代前後なんですけど、ぐらいの間ではもうすでにそこまでこうかなりら抜きが浸透していって、もうその丁寧な形であろうと来れますっていうのが浸透してるのかなっていう証拠になってくるっていうふうになってくると。なので、まあ、ちょっと今はね長い例だったんですけど、非常にこう今の最後の話は良かったんですよね。つまりその感覚的にいや来れますな気がするなで終わってしまうと単純なネイティブスピーカーなんですけど、ただその子は、来られますで使うとどうしても尊敬動詞の方の形の意味によってしまうので、そこはなんか分別する
分けるためにこれますをね可能動詞では使うんだって話をしてて、まあ、ちょっと論理的になってきたんですよね。なのでそこにそういった論理的な説明が加わるかどうかっていうのが非常に大事なポイントになってくると。なのでそれによってデメリットをねこう潰すようなことをしていかなくちゃいけないわけなんですよね。でそこで、まあ、それだけでもね非常に十分なんですけど、よりこのデメリットを潰すためにつまりネイティブスピーカーであるその説明がちょっと論理的にできない明示的にできないなっていうことを潰すためにどういうねその対応を取っていけばいいのかっていうことをですねこれからお話ししていこうと思うんですけど1個目としては何かっていうとやっぱりね専門書で調べるっていうのがね一番専門書などでしっかりその例えばさっき言った来れます来れるっていうのが可能動詞として認められてるのかなっていうことをしっかり調べて あやっぱりこれはラヌキ言葉なんだとかっていうふうになってじゃあどうしようかなでも私は実際の現場なんかね場面では使うしなとかっていうところと、照らし合わせてバランスを見てねどう判断したらいいかなってことを、見ていくとやっぱりね専門書だけに偏る必要はないんですけどどうしてもやっぱりそれがねスタンダードに教えられていることだったりとかそういったことを判断するためにはしっかりね過去の研究とか調査を見なくちゃいけないですよね。そういったことはまず最初に念頭に置かなくちゃいけないと。2個目としてはやっぱりね Google ね、ググった方がいいですね。Google なんでもいいですけどインターネットで検索してみていろんなことをねやっぱり考えている方がいろんな情報をねインターネットにやっぱり今、落とし込んで入れてくださってるんですよね。なのでそこの中で同じような問題にぶち当たってる方がやっぱり、インターネットの世界を見るとたくさんいらっしゃるはずなんですよね。そこの中の、方々がどういうふうに判断してるのかなっていうことをしっかり見たり聞いたりして、判断の材料の一つとするっていう対応が非常に重要になってくると。あとはですね、3つ目としては、その、ねその方もその日本教師として働くという意味では先生なんですけど、自分が、ね、信頼を置いている、例えば皆さんで養成講座を、ね、まだ通っていらっしゃる方だったら養成講座の先生に聞くとかね、いわゆる先輩の先生に聞くとかっていう先生に他の、ね、先生に聞くっていうのはやっぱり大事にした方がいいですね。皆さんがぶち当たってる例えば先ほど言ったみたいな感覚的に判断したんだけど、論理的に説明が難しいっていう部分に関してはやっぱりね過去に誰か先生がやっぱり同じように問題をねぶち当たってることがね多いと思うのでしっかりその信頼できる先生に聞くっていうことは大事にしてください。まあ1、2はね、自分でできますよね。ここまでやっぱり1番、2番は最初に自分でやるべきですね。いきなりね、人に聞くっていうのもいいんですけど、やっぱり自分の力でどこまできちんと調べられるかっていう力はやっぱり磨いた方がいいので、1番、2番は最優先でやった方がいいこと。ね、ちょっと専門書とかを買ったりするのはね、どうしてもお金かかってしまうことなんですけど、まあ、学校にね、専門書があったりとか、まあ、図書館に行ったりとかっていうことをして、しっかり調べるようにしてください。インターネットはね、多分ほとんどの方が今お持ちというか、アクセス可能だと思いますので、それでしっかり調べると。でその後にいろいろ自分で考えた結果じゃあその判なんかある程度ここで判断を持ってその3番のように誰か先生に聞いてみるっていうことをやると。あとさらに4番目としてはまあ3番とね被るような気はするんですけど他人に聞くとね、つまり先生ではないその、まあ、日本語教師とか日本語教育を知らない単純にこう日本語ネイティブの、日本語を教えるって話だったら日本語ネイティブの誰かに聞いてみて、これどう思うっていうところを感覚的な判断をちょっと、いろいろ集めてみると、そういうことをですねやっぱりしていた。ちょっと私の感覚ちょっと普通だねというかあんまり多くはないかなとかってそういう判断をねちょっと数によって判断していくってことも重要になってくるかなというふうに思いますね。これもどうしても人の時間を奪ってしまいますので人の時間を奪ってしまうというかさらっと聞く分にはいいと思うんですけどね、まあ、やっぱり1番2番を優先してからやるべきことかなというふうに思います。で5番としては、まあ、それら、まあ、どれかが欠けてもいいかな1番2番積極的に必要だと思いますけど、それによってまあ判断するということをしなければならないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでここをしっかりやって、まあ、3番4番は、1番2番が優先で、余裕があったりとか
聞く相手に余裕があれば3番4番を行って、それで実際その学習者の皆さんに教えるべきことかどうかなっていうことを判断していくと。そしてまあ今言ったみたいに、その日本語ネイティブ、日本語ネイティブの日本語教師は、明示的にしっかり論理的に説明するっていうのがやっぱり勉強する前はどうしても難しいんですね。難しいんですけど、いろんな壁にぶち当たると思います。ただ一気に解決する方法はないんですね。近道がなくて、どうしてもこの、今私が言った以外の方法もあると思うんですけど、こういった方法を、まあ、問題に当たるたびにどうやって説明したらいいんだろう、これどういうことになってるんだろうっていうことを感覚的には判断できるんだけど、説明できないってなった時にはきちんとこの、対応を繰り返して繰り返して、その問題をその都度解決していって、でしかもそれで、最後の判断なんですけど、さらにはその学習者、今教えてる学習者の皆さんにとってはその学習者にとってはどの判断がいいんだろうってことを深く考えていくとね、まあこれはちょっと別の話になりますけど、こうだって判断したものとか、こういうふうに自分がいいんだと思ったものは、ある学習者にとってはすごく適切でいいかもしれないんですけど、もしかしたら違う学習者にとっては、それはね、ちょっと、その学習者の方には合わないかなっていうことが起きたりするので、目の前にいる学生の皆さんをしっかりよく見て判断していくっていうことが重要になってくるかなというふうに思いますね。まあ、なので全ての学習者にとって完璧なものは存在しませんし、それこそ別の動画でも挙げましたけど、まあ、正しい日本語なんていうのも、まあ、言ってしまったら私にとってみれば幻かなっていうふうに思いますので、その都度その目の前にいる学習者の方をしっかり見て判断していくことがさらに重要になっていくっていうことですね。なのでそれを繰り返し繰り返しやっていくと、だんだんあまりこの工程を経なくても、なんか自分の頭の中にある知識だけで、あ、これはあのパターンだなと、これはあれだなとかっていうふうに、だんだんこうなんかのこの、なんだろうな、調べるのに要する時間が少なくなっていて、感覚的に判断したことでも自分の頭の中だけで、あ、論理的にはこういう説明だなっていうことがだんだん思い浮かんでくるようになるので、そこまでいったらもうね、あの締めたもんですよね。そういうふうになっていくと、日本語教師としてどん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 レベルアップしていって、ネイティブのね、メリット、感覚的に判断できるっていうところを、瞬発力を生かしながら、さらに、それに論理的な説明を加えることができるっていうね、非常にこう、素晴らしい存在となっていくと思いますので、ぜひですね、そのように、皆さんも考えてやっていただけたらいいかなというふうに思います。まあ、というわけでね、今日はですね、まあ、ネイティブスピーカーとして、その日本語が第一言語であったりとか母語であるというふうに非常にこううまくね、自然に使えるっていう方が、日本語教師になった場合のいいところ、悪いところ、さらにその悪いところをしっかり潰していって、なくしていって、より日本語教師として羽ばたくための方法っていうのをお伝えしていきました。もちろん今日はね、日本語ネイティブスピーカーが日本語教師になるって話だったんですけど、もちろん、まあ、その逆というか、日本語がもともとネイティブ、第一言語とか母語ではなかった方が、教師になる場合もあると思いますけど、その方々もね、非常にこうたくさんの苦労をされて日本語教師という職をやられてると思うんですよね。まあ、もともとそのつまりネイティブスピーカーの感覚的に判断するってことがなかなか最初はなかなかとか、もともと絶対できないはずっていうか、できないんですけど、しっかりその日本語を勉強していって、いや論理的にこういうことなんだっていうことを勉強していって、多分最終的にそういうことは論理的な説明を積み重ねていくことで、なんか感覚的に判断できるっていう力を養っていってると思うので、まあ同じようなね、苦労があると思うんですよね、どちらのパターンであっても。ということで、この動画を見てる方はおそらくこう日本語母語の方で、日本語教師になりたいとか日本語教師をやってるっていう方が多いと思いましたので、今日はこんな動画を撮ってみました。ぜひ皆さんの参考にしてみてください。ありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。